はい。えー、アンケートありがとうございます。2016年9月29日、23時54分10秒。まさとさん。えー、吉谷社長に聞いてみたいこと。吉谷さん、マスターピースです。はい。知ってます。えー、究極のキャンペーンで、私のリアルなネットビジネスの、えー、収支表と収益構造を見ていただき、コメントいただきましたが、吉谷さんの収益構造は一体いくつほど持たれてますかちなみに私は初です。よろしくお願いします。収益構造ですね。収益構造どれぐらいなんだろう収益構造は、 つつぐらいいじゃないですか4つとかと作ろうとのはいくらでも作れるんで例えば今日直近で今日なんですけど120万ぐらい売りました120万ですじゃあこれ収益どうなってるのかっていうとセミナーやってそこで商品売ってまあそのセミナーでその日に決済ではなかったのでセミナーに参加してきた人で興味ある人は後日スカイプしましょうみたいな感じで今日スカイプ2人アポ入ったんですけどでそれでまあ 60万の商品を2人に今日売って、もう120万ですね。うん、で、あとはあの、例えばセミナーで売る、えー、メルマガで売る、動画で売る、ウェブセミナーで売る、あとは、うん、なんだ、Facebook で、まあ今 Facebook 止めてますけど、Facebook で売る。まあ、どこの媒体で売るかだけなんで、収益構造っていうのは、どこの媒体で売るか、何をやるのかだけなんで、増やそうと思えば増やせます。うん。 うんまあ、そんな感じですね。基本メインとしては僕は通販。要は何か商品を売ってることが今メインなので、もう一つの柱として、商品売らなくてもある程度収入が発生するアフリエイトですね。アフリエイトっていうのは、鹿児島に行ったらやろうと思います。本格的に。アフリエイトです。要は広告ビジネスっていうのに力を今度入れていこうかなと思ってます。 ユーチューブチャンネルを10個ぐらい運用するのと、ユ、えーチューブチャンネルを10個ぐらい運用して、何もある程度しなくても、ユーチューブから50万ぐらいの収益、これを目指します。で、あとは、えー、ブログですね、ブログサイトアフリエイト、サイトアフリエイトで10万とか20万ぐらいを目指します。だから、その広告の収入で、えー、まあ、70万とか、まあ、まあ、100万いけばいいですけどね。まあ、あとは別にその、僕、なんかセミナーやるとか、ちょこちょこやればいいので、<laughs> うん。 まあそんな感じですね。だからまあ、今までその通販ビジネスというかね、ものを何か、ものというかセミナーやったりとか、デジタルコンテンツ、セミナー映像を販売したりとか、そういうことをやってたんですけれども、まあ、今後はその広告ビジネスにも力を入れていくって感じですね。あ、ブログ、YouTube、この2つは決めてます、はいで。ブログにはめちゃめちゃ力入れていこうかなと思います。 なぜならストック型コンテンツなんで、YouTube もストック型コンテンツなんですけど、何があるかわからないんですね。僕もアカウントバーンされましたし。ただ、ブログに関してはワードプレスでちゃんと作り込めば、あの、ね、サーバーを借りて、ドメイン借りてやって運用するわけですから、まあ、ね、削除されるってことはほぼないので、うん、だから長期的に、中長期的にずっと稼ぎ続けられるサイトっていうのを作っていこうかなと思ってます。あの、アフィリエイト報酬で。 で、そこも、ブログに関しても、アドセンス広告を貼ります。要は、クリック型の広告を貼ります。はい。そんな感じですね。はい。えー、マスターピースさん。ありがとうございます。はい。これからもよろしくお願いします。はい。またですね、あのー、またアンケートとか企画やりますので、あと20時間ライブですね。20時間ライブすげー楽しみにしてるっていうことなんですけど、 こちらもやりますので、楽しみにしててください。はい、ではですね。アンケート、ありがとうございました。